さあこの時間もやはり気になるのは関東の雪に変わるかどうかというところですけども、気温の方まだ5度や6度といった観測の方が多いですね。はい、そうですね。全体的に見ますと気温がまだまだ少し高めのところありますけれども、はい、この時間も一部気温のすでに下がっているところがあるんですね。はい、こちら現在の気温の状況から確認していきましょうか。12時30分現在の関東周辺の気温見ていきますと、関東北部はこのようにですね、5度以上の気温となっているところ多くなっていますけれども、一方で関東の南部ですね、千葉そして神奈川東京埼玉の南部ですね、こういったところを中心に5度以下の黄色の表示が広がっています。皆様からの天気のご報告見ていきましても、ちょうどこの気温の下がっているところが、まあ、雨の降っているところということになるわけですけれども、はい、この雨の中にですね、雪のご報告、みぞれのご報告も混じっていまして、この水色青の表示が雨のご報告、今日たくさんいただいてますけれども、この中に薄紫のみぞれのご報告が混じっています。雪のみ、みぞれなどのですね、雪のみの情報を少し出してみますと、こういった形で特にこの時間多くなっているのがですね、東京と埼玉の県境付近ですね、ここに一番みぞれもしくは雪のご報告多くなっていまして、はい、特に所沢周辺でしょうかね、このように雪のご報告、白丸は雪のご報告が多くなっているような状況です。そしてこの時間の天気ですね、失礼しました、気温をもう一度見ていきますと、はい、こちら気温の現在の様子です。はい、所沢の気温現在 2.6 度なんですね。ですので3度を下回りまして気温が下がってきているような状況です。こちらは1時間前と比べましても、こちら11時30分の気温ですね、 3.1 度でしたので、この後ですね、こう気温がちょっと下がってきている、そういった状況となっています。ただですね、少しこう離れた青梅になりますと5度ということで、この距離でもですね、気温がかなり大きく異なるような状況です。はい、こういった気温の下がっているところで雨ではなくこう雪が混じっているといったような状況なんですね。はい、そして目先こう気温が下がっているのは茨城県内、少し気温が下がってきています。こちら茨城県の龍ヶ崎は 2.4 度、そして千葉県に入りますけれども、我孫子も 2.7 度ということで、このあたりも気温が少し低めなんですね。はい、ですので今はですね、このようにまだこう雨の報告多くなっていますけれども、まあ、雨が降ってきまして、地上付近の気温も下がってきますと、今度はですね、雪のご報告の割合、まあ、みぞれですとか雪のご報告の割合多くなってくるかなというふうに見ています。はい、分かりました。気温の下がり方によって雨か雪、まあ、変わりますけども、気温がもうすでに下がっているエリアではやはりみぞれや雪の報告が多くなっていますね。はい、そうですね。はい、そしてこの後の時間帯はさらにですね、こう気温が下がりやすくなってくるんですね。はい、気温の様子を見ていきたいと思います。この後の気温の変化見ていきますと、東京現在 3.6 度ということで、まあ、ほとんど雨のご報告となっていますけれども、この後はもう右肩下がりなんですね。はい、15時にかけては2度前後まで気温が下がってきます。その後夕方以降は1度前後で推移しまして、日付の変わる頃は0度前後ということで、かなり気温の低い状況となっているんですね。すでにもう雨が降っていまして、湿度もこう高くなってきていますので、降水、まあ、弱い雨が降ったりすることで気温が下がるというのは少し下がりにくい状況にはなってきているんですけども、はい、ただですね、この後地上付近そして上空はですね、次第にこう北寄りの風がこう入りやすくなってくるんですね。うん、こういった北からの風になってきますと、やはりこう冷たい空気がそれだけ引き込まれる形になりますので、はい、地上付近の気温も下がってきます。そうしますと、やはりこの夕方前後からはですね、今の皆様からのこういったリポートがですね、だんだんこう雪寄りの割合、みぞれですとか雪のご報告の割合が多くなってくるのではないかなというふうに見ています。はい、ですのでこの気温の変化ですね、この後も午後の時間帯も予報センターではしっかりとこう追っていきたいというふうに思っています。はい、現在湿度は結構高めですけども、気温が下がれば、まあ、湿度が高くても雪となるというふうな見方でしょうか。はい、はい、そうですね。うん、気温の方がこうしっかりとこう下がってきますと、やはりこう雪色に変わってきますね。うん、そしてそのしっかりとこう気温が下がってくるというのが、やはりこう
少し上のところの寒気もですね、こうぐっとこう流れ込む、引き込まれるような形になってきますと、より雪寄りになってきますので、特に雪の降りやすい時間帯というのは夕方前後から、そして雪がどんどんとこう積もりやすい、そういった状況は夜になってからということになりそうです。はい、わかりました。今日関東でこの南岸低気圧の一個手前の小さな低気圧によって降ってますけども、この本体の南岸低気圧だんだんと東に動いてきていますよね。はい、そうなんですね。この低気圧とちっちゃい低気圧が合体する。そうですね、はいはい、一緒になるような形となります。うん、こちらもう少し広い範囲で西日本から東日本方面見ていきたいと思います。はい、西日本から東日本見ていきますと、この時間雨、そして中国四国地方などでは雪やみぞれのご報告も一部いただいているような状況です。はい、現在ですね、この静岡の沖合のところに一つ、低気圧が、ありまして、これが先行する、低気圧ですね。そして、西日本方面にですね、こう広がっている雨雲、雪雲というのは、こちらはですね、南岸低気圧本体の雲ということになります。ですので、この先行する雨雲、雪雲と後ろから西からこう接近してくる、雨雲、雪雲がこう一体化するような形で広がってくるんですね。はい、そして、雨雲、雪雲の様子を見ていきたいと思います。13時から見ていきますと、こちらが先行するもの、こちらが本体ということになります。このあとですね、夕方以降は一つにまとまるような形になりますね。はい、そして夜の時間帯になってきますと、しっかりと関東平野ですね、関東広い範囲で雪雲、雨雲がかかる形となります。はい、そしてちょうどこの21時から日付の変わる前後あたりが、雪の降り方としてはピークかなというふうに見ています。気温も0度前後になってきますし、また、低気圧本体の雲も通っていきますので、雪の降り方が強まっていきます。はい、こういった深夜遅い時間帯に雪となりまして、雪のピークを迎えますので、ちょうど皆さんがこう就寝されている時間帯に積雪がこう急増して、明日の朝は路面にこうしっかりとこう雪が積もっているといったところも、たくさん、ある予想となりますので、この後もですね、最新の気象情報と合わせて交通情報もですね、こちら確認いただきたいと思います。はい、雪の予想もこちら見ていきますと、明日の12時までの積雪の増加量です。東京都心でも特に内陸側に入ったところですね、こういったところは5センチ前後の雪となるところがあります。沿岸部と比べますと、やはりこう内陸部の方ですね、こういったところにお住まいの方ほどちょっと雪の影響が多くなってきそうです。その他見ていきましても、関東南部ですね、神奈川、埼玉、そして千葉と、特にこう影響が大きいのは埼玉から神奈川あたりですね、こういったところは雪の影響が大きくなりまして、秩父から多摩、そして丹沢、箱根と、こういったところは雪の量かなり多くなってきます。そしてこの3県と比べますと、少し影響が小さい千葉県でも、例えば千葉市内で見ていきましても2センチから5センチ、そして房総丘陵ですね、こういった内陸部になりますと5センチから10センチ近い雪が予想されているところがありますので、やはりこういったところを車で走られる場合は冬用のタイヤなど必要となってきそうですね。はい、わかりました。積雪もかなり予想されています。雪に関する情報はアプリウェザーニュースから確認することができますので、ぜひアプリの方をご活用ください。